チャップ、こんにちは。ハロー。改めまして、あれだけどそうです、お帰りなさいということで、かぶれるやついるなハローって、もうね、アメリカ行ったら俺で行ったで、はい、ほんとかぶれるやつがいる。それはなんかスタッフの最近天気とか言ったことないのに、うん、なんか日本人がやってんのに、うん、天気みたいなお前何みたいないつから変わったみたいなやつがいるんだよ、中にいましたか、いるのそれが鼻についちゃってさ、お前いつもそうやって言ってないやろってありがとうでいいじゃんと、ごっさんみたいな言ってるくせにさ天気みたいないやいや、でもそれぐらいね、濃厚なアメリカの、いやまあそのぐらいやっぱ楽しかったなね、うん、まあ今回は、1週間ちょっと、1週間だな、ちょうどね、ちょうど1週間、はい、で、豊さんはどことどこにまず行ってきたんですか。まずカブス、はい、サンディエゴ、まあ、サンディエゴというかアリゾナだけどね、はい、アリゾナキャンプの中の、ね、まあ、サンディエゴ、はい、あとはドジャース、ドジャース、はい、行ってきましたよ。うーん、はい、でフロリダ飛んで、はい、デトロイトでタイガースですね。イエス、はい、イエス、もうかぶれてる、言っちゃった、言っちゃったかということはですよ、はい、カブスといえば今永選手、鈴木誠也選手がいて、はい、でパドレスといえばダルビッシュ投手と松井裕樹投手、はい、で、ドジャースといえば山本由伸投手、大谷選手、はいはい、そしてタイガースといえばね、前田健太投手というところで、はいはい、その選手たちをちょっと追っかけて見てきたと、はい、あ、見てきた見てきた。まずは最初はね、カブス行ったんだけど、はい、本当はパドレスに行こうと思ってたんだけど、はい、その日休みですっていうふうに連絡が入って、はい、じゃあちょっとその時間を利用して、うん、まあ、カブス行こうかっていうような話になってね、うん、いや、それでアポがなかったんだよ、パス出せない、うん、そういう申請が2日前ぐらいには出さなきゃいけないからなかったんだ。まあでも一般で入れるとこはありますよね、まあ、うん、入れるとこあるんで、うんうん、だまあ姿をね、やっぱ後輩だし、あ、見てみたいなと思ったから行ってみたんだよね、はい、でなかなかいないんだよ、うん、だけどまあ途中で、あれ、あのちっちゃい選手はそうかなみたいな、やっぱりでかいわ、周り大きいですよ、うん、でなんかちょっとある程度近くなって、今永って声かけたらあ、こんちゃんとか言って、はいはい、元気かって言ったら、うん、見ての通りですって、うん、元気そうだった。お、よかった、うん、いや、それで、あ、このぐらいかなと思ってさ、うん、やっぱあの子も1年目だし、はい、なかなかね、日本から来てるからってそんな愛想よくしてる場合でもないじゃない、うんうんうん、いや、それで、まあ、そろそろ帰ろうかって言ったら人を介して、うん、いや、先ほどすみませんでしたときっちり挨拶できずに言って、うんうん、もしあのお話があるんであればこっちの方に移動しておいてくれと、はい、そしたら僕そっちの方から出ますので、その時にちゃんと挨拶させてくださいって、すごいなと思って、ね、いいやつだなと思って、うん、もうそしたら帰れないじゃない。いや、もう待つしかないですよ、ね、いや、話もしたいしさ、はい、だから2時間、3時間ずっと待ってたら来ないんだよ。炎天下、あれ、ひょっとしたら帰ったんじゃないかって、はいはい、こうしたら、うん、日本のファンの人、うん、現地の人、うん、いや、おそらく出てきたら、うん、あそこら辺にいるファンの人たちが騒ぎ出しますよ、うん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 、そしたら出てくるんで、うん、え、まだ騒いでないって言ったら、まだ騒いでません、はい、本当かとか言って、うん、それを頼りに待ってたら騒ぎ出したんだよ、うん、そしたらこっちに気がついてくれて、わざわざこっちに来てくれてさ、丁寧な、フェンス越しだけど、フェンスもあの動物園みたいなフェンスじゃないよ、うん、ちゃんとこういうフェンスあ、そうですよね、こうじゃないですよね、うん、チューしようと思ったらできるぐらいの距離で、そうですよね、そうそうそう、はいはい、でそれでまあいろいろお話を聞いてね、うん、で何が一番不安だって聞いたの、うん、なんて答えたの。え、食事、言葉、うん、ですか。ライフラインが心配だ。ああ、ライフラインが心配、まあ、例えば、はい、携帯が壊れたらどうしようとか、どうしたらいいのかまだ全然把握できてないと、はいはい、電気が切れたみたいな、どうしたらいいんだよ、うんうん、あ、そこですか。もう野球じゃないのって言ったらいや、そこじゃないと、というのは彼は、うん、まあ、今通訳はつけてるみたいなんだけども、通訳を取って、うん、自分一人でやってみたいんだって。自分一人で生活をし、自分一人で動きたいという、まあ、それは言葉を覚えたいというね、うん、ことがあるみたいなんだけども、うん、まあ、そういうふうに自分を追い込んでいって、まあ、やりたいという、うん、まあ、いうようなことを話をしてた、うん、だけどどうだ野球はって言ったら、いや、もう順調だし、うん、すごく一つ一つのプレーをやらなきゃいけないと、うん、でこうやってますと。馴染んでるかって言ったら、いや、みんな声かけてくれるし、うん、すごいやりやすい環境を作ってもらえると、うん、いうようなことで、ああ、よかったなというようなね、はい、まあ、話で終わったんだけどさ、うん、
やってくれると思うよ彼も。その DeNA にいた時の今永投手とカブスにもう今行ってるじゃないですか、うん、何か変化ってありますか。いやだからその日本にいる時にも自己管理っていうのは、うん、チームが求める以上に今永ができてたよねっていうふうに言ったら、うん、そうですかねって言って俺が買いかぶりすぎてたかもわからない部分もあって、でもこっちでは本当に自覚というものがすごく大切だから、だからそれはしっかりやっていきたいと思いますっていうふうにね、まあ彼頭いいしな。そうですよ。だからまあしっかりしてやっていくのかなっていうような感じはするけどね。でしかも同じチームメイトに日本人の鈴木誠也選手が、ああそうそう、ね、鈴木誠也はね打ってたんだよ、はい、打ってたけど、うん、せいやって声かけたんだけども、はい、じゃあ聞こえなかったんだろうな。ああ、そっか、練習。いや、そこでちょうど挨拶ができなかったんだけど、はい、体すごいな。やっぱり。ムキムキマンだな。でしょうね。ムキムキマンだと思う。やっぱすごいな、うん。メジャーでやっていくっていうことはやっぱそういうことなんでしょうね。体だよね、うん。それは大事だと思う。でもあの心強いですよね、日本人は。いや、そりゃそうだ、1年ね、経験した人がちゃんといてくれるっていうのはね、うん、それはやっぱこう頼りになるだろうし、うん、でもできるだけ頼りにしないように、うん、多分今永は進んでいくのかなっていうの感じですよ、ね、もう直接選手たちともコミュニケーションを取れるようにして、そう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 、特にピッチャーですから、やっぱり、ヘイ、シカゴって、そう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 、あれは、まあ、あれは話聞いたんだけども、うん、いや、どういうのがいいのかなっていうのを考えて、うん、でまあ現地の人たちとも話をして、うん、あそこから入りましょうかっていうことで、まあ、やったみたいな、受け良かったね。ね、良かったですよね。そのね、直接コミュニケーションっていうのはやっぱりそのキャッチャーとのコミュニケーションもやっぱりピッチャーって大事なので、まあそりゃそうだね。うん、やっぱそれでも、まあそこら辺はやっぱ総合理解ということでやっていくんかなっていうような感じはするよね。うん、でまずはじゃあ一番最初に会ったのは今永投手からだったんですよ。そうだね、はいはい、そのメサっていうのは俺も行きたくてさ、はい、メサっていうところが、うんうん、っていうところであのカブスはやってたんだけど、それは俺が1年目にキャンプを張ったところなんだよ、うん、全然施設は変わってたら、ね、あ、そうです、素晴らしく綺麗になって、綺麗になって、まあ、だけどなんかあ懐かしいなっていう部分もあって、はい、まあ、ちょっと行きたいなと思ってたところに最初に行けたというね。あ、なんか思い出深いですね。まあいろいろ思い出したけどね。ああ、でも縁があるなと思ってね、うん、DeNA からメサに、うん、ね、メジャーに来て1年目を迎える今永、うん、ああ俺も1年目プロに入った時にここでキャンプやったなっていう、うん、なんか思い入れがあったね。まず始まったんですね。そうそうそう、はい、で次は、次は最初に行きたかったんだけど、うん、まあ、ちょっと休みっていうことだったので、うん、ダルさんとかパドレスですね。ダルさんとか、ここはダルビッシュ投手と松井裕樹投手が、ね、うん、所属してます。でそこはなんか通訳の人がすごくよくしてくれて、うん、入れてくれたんだよね、うん、でパスを出してくれて、で動線をさ説明されないとどこ行ってかわからないぐらい、そんな広いんですか。めちゃくちゃ広いよ。へー、本当にゴルフのカートで移動するぐらい広いから。日本のキャンプとは全然違いますね。全然違うよ。そんな動線しっかり作ってるんだけど、はい、でもファンには優しい作り方なんだよね、その動線が。選手とも見られるような、見れるし話も会話もできるしっていうようなことで、で最初こう入ってったらウエイト場があって、うん、うわすっげー立派なウエイト場だなと思ったら、え、松井とか思って、はい、松井がこうなんかやってて、うん、松井とか声かけたの、はい、ね、あーとか言って、うん、来てくれて、わざわざまたみんなご丁寧、ご丁寧、あの松井です、よろしくお願いします、知ってるからこっちがよく知ってますみたいな。いや本当に面識はあんまりない。あんまりない。いや、いや、それでどうって言ったら、いやもう頑張ってますと、うんうん、だからその時は多く語らずに、はい、でダルビッシュがライブ BP に投げるというところで、はい、まあこう動線を通りながら、うん、あここで投げるんだなっていうことでね、うん、でもその前に松井に挨拶してる時になんかねここら辺ね小さくこうやって通ろうとしてる人間がいて、うん、誰だと思ったら、うん、ダルビッシュだった。お茶目なんだよ。そんなことでもねすごくなんかああよく来てくれましたねっていうような感じで迎え入れてくれてさ、うんうん、あの笑顔でなんかほっとしたというかさ、あ、いやなんかいいですよと言いながらも、うんうんうん、
ライブ BP 投げるしさ、はい、あれかなと思ったらすごく歓待してくれたというかさ、あ、よかった、あ、よく来てくれましたって、うん、で今日投げた後に、うん、やりましょうねって、やりましょうねっていうのはもう YouTube の撮影をね、はい、そう、嬉しかったな。そうですよね。だってメジャーのパドレスのいわゆる開幕投手を務める、いや、メジャーの中のトップの選手じゃん、はい、その投手が、まあ、言えば俺の中では世界一の投手だというふうに思ってる人が、はい、うん、まあ、そうやって言ってくれてね、うん、で、まあ、時間になるかなってブラ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 施設をこう見学しながら、うん、その投げるところに行ったら、うん、準備が始まったよ。かっこいいな。あのね、子供たちがフェンスでこうやって目を皿のようにして見てる、真後ろから見れたんだけど、わかる気持ちが。あれはね、吸い込まれるわ。一緒に見てました。見てた、俺が見てた。見る甲斐がある。どうでした、間近で見て。いや、やっぱり迫力あるし、コントロールはいいし、ボールは切れるし、あ、なんかやっぱすごいなっていう風に。この時期のダルビッシュ投手の仕上がりみたいなのって、もう本人も逆算してるでしょうし、ね、いや、もちろんもちろん、うん、もうそれはね、もう徐々に上げていけばっていうね、あの、俺が見たピッチングの中では多分 50%、60% だと思うよ、うん、まあ、だけど迫力が違うよな、ね、まあ、それと一つ一球投げるのに無駄がないというかさ、うん、キャッチボール一つ無駄がない、うん、だからね、もう本当にね、こう刀なしっていうのはこう重いボールバーンとかなんとかやっといて、うん、さあキャッチボールに入るよって言ったら絶対高い球だから、もう全部こういう球でキャッチボール入る、どんなに離れても。それは後で YouTube で、はい、あの、聞いたけども、はい、やっぱそうだよなっていう。だから一つ一つが洗練されてるというかさ、うんうん、いいね、今思い出しても、いや、それね、いや、本当にこれはね、本当に YouTube 見て、はい、あの、楽しんでもらいたいなっていう。そうですね、もう本当に彼はね、優しい。それと野球をね、全ての野球選手に対してリスペクトしてて、うん、本当に優しいよ、うん、できない、やらなくなったとか、そういう選手に対してはもう置いていくとか、厳しさを持ってるけど、本当に一生懸命頑張ろうとしてる人にはめちゃくちゃ優しいよ。うん、感動するぐらい優しい話が聞けた。今回そうなんですか。まあ、前回ね、ちょうど1年前は WBC の直前に話が聞けて、そうそうそう、それとはまた違う。もう全然雰囲気が違う。これは楽しみですね。これは楽しみだと思うよ。俺は楽しみにしてほしい。ですよね。近日ね、公開という。近日公開にはなるけど、はい、いや、本当に彼のね、でかさというか、器のでかさ。うん、だからもう彼に夢を託してきた、ゆたかさんの。あ、そしたら、そんなことは考えてなかったけどみたいな、はい、そういう話まで言ってるから、なんだ、すごい気になりますね。まあまあね、それは YouTube でちょっとご覧ください、はい、で、ダルビッシュ投手の後に松井裕樹が投げたんだよ、はい、で、いきなり、うん、もうね、クリーンナップが相手がかわいそうだよ、かわいそう。もうね、松井聞いたら緊張しちゃってみたいな。そうですよね。いや、それでいきなりカバーン打たれちゃってみたいな。そうだったのか。うん、で、どうだったって言ったら、めちゃくちゃ緊張しました。まあ、そりゃそうやなと、うん、ね。で、もうちょっとインサイドに投げれればいいんだけども、うん、やっぱ遠慮します。そりゃそうですよ。自チームのクリーンナップに。ちょっと最初は遠慮しましたみたいな。うんうん、でもそっから調子を戻してきてね、うん。で、ちょっと抜ける球もあったんだけども、ある程度無事に終わり。で、そういうクリーンアップの選手たちに話を聞きに行ったら、うん、もっと高めを使えばいいんじゃないかって、あ、アドバイス、高めは来てるぞってとか、いろいろアドバイスをくれるんだ、向こうの選手たちがね。そうなんですね。バッターたちが、はい、立った感想を、うん、で、ちょっと抜けるボールもあって、それを質問したんだけども、うん、どうだって。で、WBC の時にボールがちょっと合わないとか、いろいろあって、で、ちょっと俺も心配だったから聞いてみたんだけど、ボール大丈夫って聞いたら、やっぱりちょっと抜け気味だと、うんうん、だけどそれはアリゾナ乾燥してるんで、だからそれは気にするなっていうふうにダルビッシュさんに言われましたと。やっぱね、そこら辺でもやっぱアドバイスがちゃんと効いてるんだよ。だから神経質にならないように、あ、まあ、抜けてる抜けてる、いや、ここは気候が本当に乾燥してるから、うん、乾燥してスタッフ鼻血出してたから、ちょっと待って、そのぐらい乾燥してるんだから、そんな、お前鼻血って言ったら鼻血です
お前どうしたって言ったら乾燥してた、鼻痛いんですよって。そのぐらい乾燥してるから、だからそこら辺は、まあ、湿度が、ね、出てくれば、ちょっとね、差し引いて考えとけばいいって、はい、って言われました。いい先輩だ。そう、いい先輩持ったよ、うん、いいチームに入りましたね。本当そうだよ。そうか、うん、だからあんまり気にしてませんと、うん、いやそれ気になっちゃったらさ、そこだけでストレスがたまると思うんだけど、もう一つの言葉でストレス取っちゃうからね。すごいいい先輩がいるチームに入りましたね。で、松井裕樹投手には話っていうのは聞いたんですか？いやだから話聞いた、まあインタビューみたいな感じだけど、うん、なんかちょっと立ちながら、まあうん、でもこの素材もなんか出していいっていうから、まあ、生の声が聞けるし、はい、それを見ていた、うん、なんと、うん、なんと阪神のスアレスがいたんだ、うん、あ、スアちゃんが？かっこいいな。スアちゃんは生で初めて、おう、うん、で会って、うん、わ、阪神タイガース優勝したよって言ったら知ってる知ってると、はい、うん、だからそれはもう連絡取り合ったりとかして、そうなんだ、知ってた、もうすごくハッピーだと、うん、嬉しいと、うん、いうことを言ってて、うん、で松井裕樹を見ててどうだって言ったら、うん、いやこっちのマウンドってすごく硬いんで、はい、マウンドが、うん、だから腰とかね、うん、内転筋とか張ってくることがあるから、うん、無理しないでほしいなっていう、だからそこら辺も敏感になっててほしいって、うん、スアレスが言ってたよ。で話をするのかって言ったら、うん、あ、日本の選手はやっぱ馴染みもあるし、うん、話したりするっていうような、うん、で阪神ファンに向けても、うん、でメッセージもらってる。え、じゃあそれも OK？ それも OK。 おー、スアレスが見られるんですね。あ、まあ、だってこっち通訳連れて行ってないからさ。え、ど、誰が？だからもうそこら辺の、パイロットの卵みたいなのがおったから。え、見に来てた一般の方ですか？そう、捕まえて。いや、それもう友達になってものすごいいいやつなんだよ。はい、ちょっと通訳してくれって言って、わかりましたとか言って、だからスアレスの言葉がね、英語がどのこのって言うから、ほら、お前、スアレスに言われたろ、お前の英語は下手くそだって。うん、いや、逆です。そうですよね。そうですよね。逆って。そうですよね。スペイン語なんだよね。そうですよね、スアレス。でも通訳したやつがスペイン語も使えてさ、さすがパイロットの、ね、訓練生、助かったよ、よかったです。もう何でも武器にしますね、もう武器武器。スアレスも一緒にね、楽しく、松井裕樹の、あのライブ BPU も見せてもらって、うん、だからすごく良かったな。充実してますね、はいはい、で、パドレスを後にして次が、はい、フロリダに飛びましたよ。お、フロリダに飛んでマイケン、あー、タイガースの、もう雨なんだ。マイケンから、はい、せっかく来ていただくのに雨ですよ。フロリダ雨って、いや、フロリダ、うん、雨っつったって、うん、ね、まあ、1日で、うん、まあね、いや今日降ってるだけだったら、いや明日も雨ですいや本当かよ、うん、みたいな。寒いんだよフロリダは。フロリダ寒いなんて聞いたことない。聞いたことないだろ、はい、フロリダ雨降るっていうこと自体ないないない認識がない。3日間連続ぐらいの雨だ。誰ですか、スタッフですか、雨持ってったの。俺かなと思って。なんかさ、いや、押したらさ、またマイケンがよくしてくれるんだよ。本当いい方ですよね。いつ滞在でいつアウトですかみたいな、うん、いついつって言ったらスタッフとのやり取りで、うん、スタッフもしつこいんだよ。飯食えないって言ってるのにさ、どうのこうのって。じゃあ朝だったら大丈夫です。で練習の前、大丈夫なのって、うん、いや、マイケンさんがいいって言ってくれましたって、その指定された場所に向かったらお前だっちこっち行って、うん、分かんなくて。タクシー？タクシーだよ。こっちが運転だもん、ドライバー。あ、こっちが迷っちゃった。迷いに迷って遅れ待たしちゃった、ちょっと。ありゃ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 。だけど東京バナナ渡してお土産で。いや、それでこう話をね一緒に、うん、だってああいうところでさ、やっぱメジャーリーガーのさ、うん、選手と朝飯食べられて贅沢でしょ。なさすぎますよそんなの、ね、でもそうやって時間割いてくれて、うん、で食べて、うん、で球場じゃあ先に入ります、うん、で行ったらちゃんともう用意されててさ、パスとその見るところその全員入れてくれて、すごいだろ。いい待遇ですね。いい待遇だろ。はい、でちょっとピッチングを今日投げるんですって、うんうん、で外では投げないから、うん、室内みたいなところで投げるって言ったらね、うん、そこにも通してくれて、うん、で時間があるからショップ行こう、うん、行こうとしたらショップが休みなんだよ、雨だから。雨だとやってないんですか。いや、ファンが来ないじゃん。あ、そうかそうか。で練習も見れないしさ、室内だから、うん、どうするって言ってたらマイケンが全部用意してくれて。何ですかそのホスピタリティは。マイケンも本当にすごい。インタビュー取らしてその後に配球の妙とかさ、はい、
いろんなことを前回はなんかこう PL 時代とかいろんなこう生い立ちみたいなのを追ったんだけど、はい、今回はメジャーでどうやったら活躍するか、うん、ボールを握る、指をちょっと変える、うん、それだけで生き残れたっていうさ、そういう秘話まで教えてくれて、おお、じゃあこれもちょっと近日公開ですね。近日公開、楽しみですね。楽しみだよ。でもね、みんな本当によくしてくれた。ああ、今回だから今ね、ちょっとね、残念なのが、うん、ダルさんに、はい、もうダルさんになってるんですか。いやもうね、いや呼び捨てできないぐらいの尊敬に値する人だから、はい、ダルさんに、はい、あのね、メールで聞かれたんだよ、うん、いつまで滞在ですか、うんうんうん、今日は何してますかと、うん、あ、そうだったんですね。ということは、あ、ご飯食事しましょうかって言ったら、うん、来てくれたかなと思って、あ、多分ダルビッシュ投手来てくださったと思いますよ。それがね、あれバカしたかみたいな。ゆうたさん、なんて返したんですか。いやいや、今日は何してるよみたいな。その何ですか、彼氏と彼女の何か。いやだからちょっと失敗したなと思って。そうです、こっちから、いやもう食事もしてみたいよね。そう、うん、いや、そしたらもう最後の打ち上げ、うん、あのアリゾナでしてる時に、うん、お寿司屋さんに行ったんだよね、うん、そしたらダルさん来てくれ、え、来てくれたっていうか、他の人ってね、エージェントの人たちと一緒に食事に来て、はい、お、高木さんとか言われて、え、なんなん、来るんだったら誘っときゃよかったって。そうですよ。でも余計なやつがいたんだよ。何ですか、ね、パイロットの卵たちが。いやいやいや、余計じゃない、通訳をそうそうしてくれた大切な方だ。いやいや、通訳に、通訳をしてくれたから、うん、一緒に行こうと、あのお礼に、あー、スワちゃんのね、そうそう、スワちゃんとか今永とかの時もいろいろあそこで騒ぎますから教えてくれたから、じゃあみんな招待しようかっつってね、うちの社長が一人ぼっちの時に誘ってるわけよ、あのこの YouTube のね、そうそう、社長が、ね、でその社長が呼んでと、あ、それはもういいですよと、みんなで食べましょう、こんなの食べたことないみたいな、なんか船盛りの刺身とか、向こうでですか、あ、へー、そしたらダルビッシュ投手が別で来てたんですね。ああ、そうそう、たまたま。いや、なんだよ、誘えばよかったと。そうですよ、向こうにね、予定聞かれてたってことはそういうことだったんですよね。そう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 。そうか、でもまたね、次のチャンスありますしね。え、キャンプで会うって言ってましたっけって、サンディエゴって言ってませんでしたっけって言うから、うん、サンディエゴっては行きたいねとは言ってたけども、うん、今度はアメリカでというざっくりな約束だったと思うんだよ、うん、今度はサンディエゴという約束したから、うん、サンディエゴ行かなきゃいけない。まだできましたね、行かなきゃいけない当日が。ただ、なんでマイケンには手料理を振る舞わなきゃいけない、うん、アメリカで。こちらがですか。そう、手料理を振る舞うんですか。そうそうそう、ユタコさんが、まあ、社長も好きだから、うん、あ、料理が、はい、ああ、じゃあもう行く口実はできたとかね、うん、まあ、いろんな人間が手料理でもたらしてホームパーティーはやろう、うんうんうん、まあ、そういう話をね、いろいろしてくれるよ。いやいやいや、本当にいいから。でもね、相対的に見て、うん、まあ、メジャーで何年も飯を食ってる人たちっていうのは本当にね、偉いんだけど神戸を垂れる、うん、だから昔の言葉でそのね、あの、偉くなったら余計に神戸を垂れるっていうことわざがあるように、うん、はい、みんながそうなっていくという、うん、なんか人としてっていうことですね。人としてね、素晴らしい人になってる、うんうんうん、これはまた昨年ね、ダルさんにインタビューをして、はい、で今年、はい、また一段とでかいね。あ、すごい。WBC の去年の触りもちょっと聞いたけども、うん、昨年は豊田さん疲れてましたって言ってたよ。やっぱり、うん、でも今年はもう体調万全です。あ、もう顔つやが違う。全然また男前上がってるしまあね、男前は男前がさらにマイケンもかっこよくなってるしな。くそちょっと待って、マイケンは昨年末会ったばっかりですよね、まだに。だけどメジャーで見る顔と違う。やっぱそうですよ、そりゃそうですよね。いや、日本で見た時はちょっとシワが増えたかなと思ってたいや、でも向こうで見るとシワが伸びてた。伸びてた、もうそのぐらい見えるんですねそのぐらい乾燥してるのが分かっちゃう。いや、だけどみんないい男になっていくわ、人としてね、魅力がある。だからこそやっぱりメジャーでやれるんですよね、残れるじゃないとメジャーには残れないんだよね。そうなんですよ、ね、だから本当にね、うん、日本から行きたい行きたいっていう選手が増えてるじゃない、うん、はい、これはやっぱダルビッシュ、うん、ダルさんを追っかけてるな、みんな、みんな、うん、そうでしょうね。でトレーニングの仕方とかいろいろね、はい、はい、うん、あと
前田健太投手の特別にブルペンも見たよ、見せてもらった。見た見た。おお、それは特別だったんですか。いや特別よ、あなた室内で全部が特別だ。全部が。え、そのどうでした、そのブルペンって、その室内の練習場の。室内は大丈夫でも投げてるのは、うん、やっぱこう見てて、キャッチャーの構えとか見てて、うん、うーんとか思う節があったんだよ。なんだその。いやだけど、うん、それもちゃんと考えて投げてる。それはまあ、まあ、動画を見ててもらえば分かるけど、だからね、ダルさんもマイケンさんもマイさんももうね、一球たりとも無駄にしてないよ、うん、だからこうキャッチボールを一つ投げる、うん、これ一つずつが何かを意図してる、うんうん、それは感じた。だからその球数というよりも一球一球がってことになって内容が濃い、それも感じながら帰ってきたから。施設もすごかったですか。お前施設なんだ、お前って言ったら失礼だけどさ全部のいやもうね、半端ないから。半端ない。もうコンピューターがパッパッと動いたらもうガーンってもうロボ、何それ、近未来のなんちゃらかんちゃらみたいな。もうそうよ、そのあのピッチングマシンっていうかさ、バッティングマシンが動くんだ。はい。球速変化、高さ、高低ね、うん、とかコース、うん、全部こうパソコンでパッパッとやったらガン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 日本と全然違う。違う、もう実戦がそこで行われるの。すごいなやっぱり。日本にもあるんじゃないかと思うけど、導入してるとか多分まずないと思う。ないか、そんなすごいんですね。これの販売の利権を取ろうかなまあ商売商売にも、まあ、そうそう、だから AI 搭載なんだろうな。なるほどね。で記憶させて、もうすぐそれができるような。はあ、すごいな。やっぱスケールも何もかも違いますね。ちょっとけね、もう本当ね、まあ一度はね、本当に野球好きな方とか、うん、あのメジャー好きな方、うん、もう本当に一回行ったらね、感動して帰ってくるよ。わ、いいな。一番でも残念だったのがフロリダの天気、雨もうずっと雨だもん。こんなことないんですけどね。本当にないっつってたよ。うん、ですよね。フロリダ暑いのにピーカンで。それとね、本当にあの在住っていうか向こうでね暮らしてる現地の、はい、あの日本人の人たちとか、うん、本当に優しいな。うん、だから困ったら何か手助けしてくれる。ああ、それは心強い。もう本当に。で、そういった方たちが応援してくれてるわけですもんね。そうそうそう。率先してくれた方。いや、我々の誇りでしょやっぱりね。うん。だけどその人たちが偉そうにしないんだよ。なんか人の温かさにもたくさん触れたキャンプのあれでしたね。突っ張ってる人なんかいないよ。誰もメジャーのトップなんて。そうです。やっぱりみんなこうやって会釈してくれるとかさ、うんうん、そういうのしてくれる、うん、それと時間が限られてるからあれだけど、サインをねできるだけ多くの人にしてあげたいっていうふうに思ってる人たちがたくさんいる、うんうん、ああ、そうなんですね。素敵だわ。素敵。もうなんかいいものをね吸収してね、そうそう帰ってきましたね今回は。でね、今回ちょこっと話した動画の内容は近日公開ということなので、はい、ぜひそちらもちょっと楽しみに。そうだね、あのチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もしていただいて。アメリカから何人かしてくれたから。あ、そうなんですか、現地の方たちが。そうそう、知らない人。パイロットの方も。パイロットはしてた。チャンネル登録してるやつもいたんだけど、うん、してないやつもいた。あ、もうそう、強制的に。あ、当たり前、飯食わすからそれと交換に行きたい。そう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 。ぜひあの楽しみに待っていてください、はい。